はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、前回、前々回と車中泊内の DIY をしてきたんですけど、はい、今回まではまた DIY の動画になります。はい。で、今日今回は今日のインデクタータイプをですね使ってはい、このエレクターパイプを使ったあのカウンターテーブルですね、うん、ここのあのエレクターパイプに板とかをあの取り付ける用の部材っていうか、うん、あのメタル金具があるんですよ、うん、このエレクターパイプに板を取り付けて、うん、その板にあのカウンターを取り付けるような感じですね、うん、で、イメージはできてるんですけど、まあ、作りながら調整してながらやってみたらちょっと分かんないので、うん、一応ね、これは使うんじゃないかなっていう部品なんかはいろいろ買ってきたんですよ、はい、まあそこも簡単にちょっと説明しようか。はい。で、あの時間が結構押してまして、うん、で、僕はじゃあこのまま作業の方に入りたいと思います、うん、はい、あとは説明お願いします。え、無理だよ。まあ簡単に。いや、だって名前わかんないし、これとか名前わかんない、ナット。これがって言えばいい。ちょっともう作業始めてるのでうるさいですけど、まずこれ、カラー長板1枚入りを3つと、マグネットキャッチエコノミー S 台っていうのを2つと、カップリング、あとなんだかわかんないけどこれと、チェーンですね、1メーターのものになります。おいだ、こっち来て、するならもうそこでしょう、うん、ここにこう来るんだよね。そうそうそう、こう来るんだよね、うん、まあ、このぐらいだったらいいかもね。ここぐらいの高さぐらいが天高も、うんうん、こんぐらいはもう高いよね。高い、下下下下。でも寝てる状態でさ、テーブルを出すっていうパターンもあるじゃん。もうでもどっちもっていうのは難しいから、うん、どっちかに絞んないといけないよね。だけど高すぎるのはやっぱりやりにくいから。今高い、このぐらいかな、うん、下から今どんぐらい、こっからだと 5.5 ぐらいかな。 5.5 っつうと50、50、五寸五分ってこと？55。五寸五分だね。55って5センチのものだからこんだけじゃん。え、なんで？いい、五寸五分ね。分かった。こっちじゃないの？分かった。そこ寸。あ、こっち？うん、あ、そうなの。これは、あ、じゃあ、こっちか、十か。だから15ってことか。うん、15。五寸五分で。下の高さを、5寸5分だったよね。うん、5寸5分。ここに、これ何の、これは先にもこっちに通して、そこをちょっと押さえて。後ろが結構空いてんだけどさ、うん、まあもったいないね。だから一旦これで使って、うん、まあいろいろ多分見えてくると思うけど、うん、でそれからまあ考えようか。まあおそらくね、あのここでエレクターパイプを曲げてもうちょっと奥に入れてやった方がいいと思う。まあでも奥に入れると言ってもこんぐらい、5センチぐらいかな、入っても。でこの半分にして、それこそもう奥の方にこうなんかスパイスボックス的なのを作ったりとかっていうのもできるわけよ、うんうん、まあ奥がもう死んでるからさ、うん、なんかまあ一旦これで使ってみて、
でまたどういう風にした方がいいっていうのが見えてきたら改造するような感じ。あでもさあの100均でさこのフック型のハンガーがあるじゃん、うんうん、あれを後ろにこう取り付けてそこにこう入れていけばいいよね。それではですねカウンターに使うこのテーブルの加工をしていこうと思うんですけど、これがあの店舗解体の時に出た棚のゴミなんですよね、うん、でこれをあの数年前にあのゴミをもらってきて家で寝かせたんですけど結構長い間、うん、でそれを改造してあのカウンターのテーブルとして使おうと思います、はい、でもともと長いのをあのサイズを切りました、うん、切ってこれをダボでつなげてあの使いたい長さに加工しようかなと思います、はい、でこういうのを加工するときはですね、うん、まあなかなかこういうのを加工することっていうのもないんですけど、はい、あの下地が入っているところと入ってないところがあるので、うん、こんな感じで中が空洞になってるんですよね、うん、ね、うんうん、なんか下地があるところを探して、まあ、切るようにしてください。もしこういうのを使う機会があればですけど、うん、でこっちの方にあのダボを入れていくんで印をつけます。うちはあの10ミリ穴用のあのダボ切りで穴を開けます。そしたらこれねダボ用マーカー、よし多分これでいいはず。でこんな感じで、ま、中で前面を合わせてあげてこういう風にコトンっていって、ここに傷がついたので、うん、ここにも穴を開けると、はい、いうことです。そこの見えてる、うん、くっつけます。ここにくっつけばいいけど。ダボ多分ちょっと切らないと入らないと思う。ダボが長いから。ね、ダボが長いっていうか切りが短いの。だけどダボが長いんでしょ、だから。切りはどうしようもできないじゃん。そうそうそう。ちょっと切るわ、うん、こんだけ多分短かったら意味ないよね、うん、もうちょい、こんなもん。アングルの面取りをします、うんうん、面を取ったらこれ、うん、綺麗でしょ、うんうん、綺麗だね。ちょっとしない、やっぱこれがあるだけで結構いい感じですよね。でジョイントがうまくいかなかったので、うん、補強としてこのアルミのアングルを前と後ろにつけました、はい、これで、まあ、あの丈夫さは全然保たれてると思うんですけどね、うん、ちょっと見た目が悪いから、うん、100均でなんかほらシートのシール、シートのシールっていうのかな、うんうん、ああいうのをちょっと見てみて良さそうだったらその上に貼ろうかなと思います、はい、これがここにこうつきます、はい、ガタつき防止用のマグネット、うん、ちょっとここからが難しいんですよね。色塗るの、あ塗った方がいいよね、黒に塗ろうかな、うん、結構強力、うん、そこ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 強力で、ああ本当だ本当だ大丈夫だね、うん、OK、 はい、
でちょっとこっちの左寄りにつけるよ。うんうん、そう、よくねここの上のラックで頭を打つんですよね、こんな感じで。うん、こいつの上にこれを乗せます。はい、届かない。 いや、こう、こことここ閉じた時にこう頭が、あ、ほら、うん、閉じきらない。あ、ほんとだ、これダメだね。平べったいのじゃないといけないってことだね。そうそう、頭が、うん、止まるんだ。でも重たいのは乗せれない。今背中は当たってるだけだから。ああ、そうなんだね。ここにチェーンはつけた方がいい、絶対。うんうん、これがあの走行中のガタつき防止。うんうん、こんな感じで。あ、やっぱちょっと言うね。あ、でもちょっとさっきの音からしたら軽減したね。そうね、音が、うん、カタカタカタって言ってたのに。そこまで言わないかも。いや、でも車の振動だと言うかもよ。言うかな、うん、こっち全然言わないんだけど、逆に前に出してあげた方が言わないのかな。あ、言わんくなった。あ、本当だ、綺麗についた。ほら、いいね。あ、この白のマグネットを黒に塗っていきますね。チェーンを半分に切ります。はい、あ、結構硬いね。切れなさそう。ペンチで切るようなものじゃないからね。うん、おお危ない、びっくりした。顔がちっちゃくなるとこだったじゃん。だからよ、鬼の反射神経で避けてきたこの横に、こんな感じで、そうだね。それで使う部品がこちらになります。カップリング、うん、もういいね、思った通りじゃんか。こんな感じで、はいはい、うん、うんうん、痛くても邪魔だよね。うん、こんぐらいでいいよね。うん、めっちゃ斜めにいった気がするパイナと、うん、チョボ、どれ、それそれ、これ、うん、アイナット。あ、それもアイナットなんだ。そのアイナットも黒く塗った方がいいかな。そうね、まあ塗りたければ塗る。はい、両方チェーンをつけて出来上がりました。はい、いいんじゃない。うん、いいね。まだマグネットがついてないから使わないけど、うん、走行中はチェーンの音をどうにか考えないといけない。そうだよね。うん、どう、うん、かなりついてるね。しっかり大丈夫、ちょっと収まってんの、うん、ちょっとチェーンがカチャカチャいうのが気になるけどね。ここチェーンじゃなくて革とかにしたらいいかな。
まあでも怖いよね、料理中とかね。いろいろ候補あったんだよね、うん、私たちも。あ、はい、そしたらここなんかさ、チェーンにさ巻いたらいいよ、ホース的な何か。あ、やってるよね、うん、あるよね、あるじゃん、バッグとかさ。そうだそうだ、ちょっと見た目は悪いけど、うん、こんな感じ、こんなんでしょ。そうそうそう、あ、革で作ったらどう、うん、あの、ったっけ、人工の革で切り売りであるじゃん、ホームセンターとかさ。 前でも買ってたの、うん、あ、それでいいね、うん、それだと多分落としてないよ。そうだね、あ、そうだね、そうしようか、うん、じゃあ何かしらでここは作りますね、うん、はい、とアマゾンで、あの、このガスダンパーかな、油圧ダンパーかな、うん、とりあえずちょっと安いダンパーを買いました、うん、あの、何に使うかというと、ベッドのその扉ですね、うん、で結構重たいので、まあ、指を挟まないようにっていうのと、まあ、楽して軽い力で、あの、開閉ができるように、うん、で、あの、4本で1700円って言ったっけ、うん、言ってない、4本で1700円で、うん、まあ、あの、ダメ元で買ってみたんですよね、うん、でも評判はそこそこよくって、うん、で1本10キロぐらいまで耐えれるらしいんですよ、うん、100ニュートン、うんうん、1つの戸は結構重たいんで両サイドに2本つける計算で、うん、当たり前のちゃんとしたのだと1本4000円近くするんですよね、うん、まあ、それはちょっとあんまり高いので、まあ、これでいったらお試しで使って、もしこれが壊れた場合にどうしてもやっぱりこれが必要だってなったら、うん、そっちのいい方を買おうかな、うん、壊れにくい方を、うん、ちょっと練習で買ってみました、はい、まあ、これが使えればもうずっと使えばいいじゃないですか、うん、そうそう、で結構ね硬いです。今これでちょっと押してみよう、見えてる、うん、見えてるよ、ほら、結構な力で押さないと入っていかないんですよ。本当だね、うん、なんか重量用になるのかな、なんかあんまり軽い塔だと多分硬すぎて閉まらないと、うんうんうん、まあ、うちら持った感じでも10キロはあるもんね。10キロ、うん、10キロ以上は絶対あるね、うん、どうしたの、うちのこの作りだとダンパーつけれない。嘘でしょ、なんで見て買ったんじゃないの。いや、ここは大丈夫なんだけど、ここは下地を入れればいいんだよ。あっち下地を入れ直さないといけない。こっちとですね、奥の方も全部で4本ダンパーをつけました、うん、はい、でちょっと微調整をしながらだったんですけど、うん、まあ、どうにか、あの、いい感じに なりました。でやっぱね、あの、値段の飛行、まあ、鹿児島弁に言うと値段の飛行はまあ値段相応っていうことなんですけど、うん、こう上に行くにつれて、まあ、力は強くなるっていうか、うん、あの、このダンパーの力は強くなって、うん、人間の力はまあそんなにいらないんですけど、うん、この、 あのダンパーが縮まった状態の時になると、なんか力が抜けるような感じで、うん、スコンと、うん、もうほとんど下の方は効いてないだね、うん、上だけ。そうそうそう、多分ね、単純にこれが重たすぎるだけだ、うん、そうそう、普通こんな多分重たい塔は作らないからね、うん、頑丈に作りすぎましたね。だから普通でそんなに重量のないものだったら全然いけるとは思うんだけど、うんうん、でもね、一応調整して上で止まるようにはなったんですよ。はい、こっちの方とか特にいいよね、うん、こんな感じでカツンって止まります。うん、そう、まあ、そんなに力いらないよね、うん、最初のこれよりはね、うん、そうそう、まあ、一番最初はちょっと重たいですけど、うん、もうここら辺に来ると、まあ、それなりの力でスーッと上がってくれます、うん、こう止まってね、うん、こっちの方もこれちょっと止まりが悪いんですけど、そう、上まで上げれなかったから、そうそう、上のイレクターパイプが当たって、うん、まあ、こんな感じで何度かやれば止まってくれます。はい、まあ、でも良かったわね、うん、使えてね、うん、最初え全然効かないじゃんって言ってちょっとずつ微調整していって、うん、ああここだねっていう感じになったからだけど、良、うん、かったです。はい。
まあ、これまであの3部作として、まあ、DIY をね、うん、やってきたわけなんですけど、うん、とりあえず、まあ、使える状態になりました。はい、まあ、ベッドもあのここに引っ掛けられるようになって、うん、まあ、全部ここのスペースを使えるようになったし、うん、まあ、エレクターパイプも、まあ、このデッドスペースを使ったり、うん、使って棚として、まあ、起動させたり、うん、まあ、カウンターを作ったりですね、いろいろやりましたけど、はい、なんとか形になりました、うん、だいぶ ねだいぶ形になった。まあ、これでもお泊まり一旦行けるね、うん、で下の方はまだここら辺とかあの骨のまんまなんですけど、うん、まあ一旦これでちょっと使ってみてですね、まあ、何かしら不具合とかやっぱりこう何か貼った方がいいねってなったら、まあ、やろうかなと思ってるんですよね。まあ空いていると何かしらこう小物を差し込んだりできるから、まあ、意外にいいかなと思ったりもして、こんな感じですね。バッチリです、ね、もう面もまっすぐだしね、はい、いいです、いいです。料理絶対しやすいと思う、うん、これだってこれかもね、どっちもこのままでできるわけでしょ。そうそうそう、こうやってね、うん、こうやってね、うん、うん、やりやすいよね、うん、やりにくければこれをもうへっこめればいいわけだからさ、うん、こんな感じ、ほらそこに座ってできるでしょ、うん、片方これで、片方こうやって足を下ろすタイプでもやりやすいかも、うん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 、いいかも、いいと思います、うん、これがなんかすごいよくできたねマグネットがいい感じです、うん、はい、ということでですね、まあ、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。They couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all, by winter or spring or fall. We felt so alive, and girl we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.